皆さんこんにちは。一昨日5月1日でございますが、私から西村経済再生担当大臣に対しまして、まん延防止等重点措置の福岡県への適用を申請したとこ、要請したところでございます。現在国と対象のとなる市町村、またまん延防止等重点措置の期間について協議を進めておるところでございます。この要請を行った際、西村大臣からは福岡県の現在の感染状況について危機感を共有しておると、そして機動的にこの要請に対しては機動的に対処するというお話をいただいたところでございます。私としてもですね、できる限り早くこの決定をいただきたいと申し上げております。しかしやはりこのまん延防止等重点措置がですね、決定され適用されるまでには一定の期間を要すると思われるわけでございます。県として現在の本県における感染状況を踏まえ、まん延防止等重点措置という強い措置が必要であると判断いたしましたからには、早期に対策を打ち、感染の拡大を食い止める必要があると考えます。このため、県独自でまん延防止重点措置と同等の措置を先んじて行うことに踏み切ったところでございます。県民の皆様、事業者の皆様には、何とぞご理解をいただき、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。要請の内容でございます。まず県民の皆様への要請でございます。県民の皆様には引き続き日中を含め不要不急の外出の自粛を徹底し、緊急事態宣言区域やあるいは県内においても感染が拡大している地域との不要不急の往来は自粛をお願いをいたします。会食の際はお店であっても、あるいはご家庭においても、少人数、2時間以内でお願いをしたい。会話の際はマスクをつけて大声を避けるということでお願いをしたいと思います。営業時間の変更を要請をいたしました時間以降、飲食店にみだりに出入りをせず、路上や公園での集団での飲食、これは感染のリスクが高まります。このような行動は控えていただきたいと思います。次に飲食店の皆様へのお願いでございます。5月6日木曜日から5月19日水曜日までの間、福岡市および久留米市の飲食店に対する営業時間の短縮につきましては、現在21時までとお願いをいたしておりますが、これを20時までに1時間繰り上げることといたします。酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを19時までと、閉店の1時間前までといたします。またこの福岡市久留米市以外の県内の各地域におきましても、このところ徐々に感染が拡大をしており、予断を許さない状況にあると見ております。このため、新たに福岡市、久留米市以外のすべての市町村の飲食店につきましても、営業時間を5時から21時まで、酒類の提供は11時から、オーダーストップを20時までとするようにお願いを申し上げます。ただいまの要請に応じていただきました、ご協力いただきました飲食店の皆様に対しましては、協力金をお払いしたいと思っております。福岡市久留米市の区域につきましては、売上高に応じ1日あたり3万円から10万円、
その他の市町村の区域におきましては、1日あたり2万5千円から7万5千円。大企業の皆さんにつきましては、県全域同じでございますが、売上高の減少額に応じて、1日あたり最大20万円といたします。また、昼からと言われますが、昼カラオケでのクラスター対策といたしまして、カラオケ喫茶、あるいは昼間のスナックなど、これはカラオケボックスは除きます。カラオケ喫茶や昼間のスナック、こういったところのカラオケ設備については、利用の自粛をお願いをいたします。次に、いわゆる集客施設の皆さんへのお願いでございます。不要不急の外出自粛というものを県民の皆様にお願いをいたしております。この不要不急の外出自粛ということが徹底されるように、施設に人が集まり、さらには飲食につながると、こういうことを防いでいきたいということでございまして、飲食店以外の施設、特に大規模な集客施設につきましても、営業時間の短縮や入場整理、こういったご協力をお願いをしたいと思います。劇場や映画館、展示場、また1000平米以上の商業施設、運動遊戯施設、博物館、美術館などは、福岡市および久留米市の区域では、営業時間を20時まで、その他の市町村では21時までとするようにお願いを申し上げます。そしてイベントでございますが、このイベントの収容人数、これは現在1万人といたしております。この上限を5月6日木曜日からは5月19日水曜日まではこの上限を、イベントの上限を5000人といたします。なお、大声での歓声、あるいは声援が予想されるような場合、これは収容率の 50% 以内、このいずれか5000人か、または収容率 50% 以内のいずれか小さい方ということでお願いをしたいと思っております。これまでの経緯を改めて申しますと、本県では4月14日に100人を超える新規の陽性者の方が発生をいたしました。私は15日に知事に就任をしたわけでございますが、この15日即日コロナ対策本部を開催をいたしまして、対応してきたところでございます。この翌日16日には西村経済再生担当大臣からお電話をいただきまして、その日の午前中に開かれました国の分科会において、福岡県について、感染拡大の予兆が見られる、という危機的な危機感を持った発言があったということを伝えられました。県としてはどのように今感染状況を見て、そして対応を考えておられるかということでございましたので、その段階で16日の段階で我々はすでに県単独措置について検討を始めておりました。このことから現在県単独での各地の感染拡大防止のための措置というものを検討を今しておるところであるということを申し上げました。これに対し西村大臣からはしっかりとその県単独措置取り組んでいただきたいというお話がございました。この後その16日でございますが、その日のうちに私は福岡市の高島市長とも協議を行いまして、この今その段階で福岡市の感染が非常に多い、特に飲食に起因するものが多いという状況が見られましたので、この対策について協議をいたしました。そして事務方は協議を進め、19日には
高島市長と共同での記者会見を開き、これも皆さんご存知の通りのすべての県民の皆様に対して日中も含む外出の自粛を、そして福岡市内の飲食店の皆様に対しての営業時間の短縮という厳しい要請を行わせていただいたところでございます。特にこの外出の自粛については今までのパターンといいますかでいきますと、まず夜間の外出自粛というのをお願いする例が多くございました。しかし今回はもう日中も含む外出自粛を19日の呼びかけの段階からお願いをして、迅速に厳しい措置を打ち出させていただいたところでございます。その後22日には久留米市における陽性者が51名という数字が出てまいりました。これが過去最多であるということもございまして、直ちに大久保市長と協議をいたしまして、即日久留米市に対する久留米市の飲食店に対して福岡市と同様の営業時間の短縮要請を行ったところでございます。その後ですね、先ほどの本部会議の資料にも書いてございましたけれども、やはりその感染をされてから発症するまでの期間、これがだいたい今までのエビデンスで申しますと10日から14日程度あるということがございますので、我々は私も両市長もこの期間をしっかりと見て、この単独措置のですね効果を見極めていくという考え方で感染状況を注視してまいったところでございます。その後4月28日には感染者数が過去最多県内全域でですね440名となり、その後一旦337名あるいは305名ということで減少傾向が見られたんですが、4月の20日から見ますと12日目、時短を始めた4月22日から見ますと10日目にあたる5月1日には352人と再び増加に転じたところでございます。増加傾向になってきたと。このような一方でこのような300名を超えるような陽性者が発生をいたしますと、やはり病床の使用率というものも当然上がってくる、医療提供体制の逼迫を招くという危機感もございまして、市町村からその段階で一任をいただいておりましたので、直ちに西村大臣にお電話を申し上げ、先ほども申しましたが本県に対するまん延防止等重点措置の適用を要請したところでございます。このような経緯がございまして、これも先ほど申しましたけれども、そういう強い、さらなる強いまん延防止等重点措置という措置が必要であると判断をしたものでございまして、やはりこの本県の感染の拡大、これを防ぐためには早期に対策を打つ必要がある、こう考えまして今回の国の措置が決定するまでの間、本県としてのまん延防止等重点措置に相当する強い措置を、単独の措置を実施するということに踏み切ったものでございます。なお今回の措置でございますが、5月19日までといたしておりますが、まん延防止等重点措置が国において適用されたときには改めて措置の内容と期間は定めるということになります。これは申し添えておきます。次に医療提供体制についてご報告をいたします。医療提供体制の強化を進めておるところでございますが、本日新たに病床を19床確保できました。これによりコロナ対応病床は940床となります。このうち重症病床は4床増加をいたしまして136床となります。またホテルですね、宿泊療養施設につきましては5月7日には北九州市内で1施設がスタートいたします。これで1538室となります。
引き続きまして福岡市内そして久留米市内の2カ所の宿泊療養施設今調整を行っておりまして、これが開設できますと約1900室ほどの部屋数を確保できるということになります。まあ、今ご説明、今回の県単独の措置につきましてご説明を申し上げました。県民の皆様、事業者の皆様におかれましては本当にですね、またご苦労ご不便おかけすることとなります。誠に心苦しく思っておりますが、感染のコロナ新型コロナの感染の拡大を何としても食い止める防止するために何卒ご理解をいただきご協力を賜りますように心よりお願いを申し上げます。県民の皆様、コロナの今後の感染、今の私たちの行動にかかっております。今の我々の行動がここから10日後あるいは2週間後の福岡県の姿を決めます。私たち自身のですね、行動、これを慎重に責任を持った行動をしていくことが一番大事なことであると思います。どうか県民の皆様お一人一人大切な方の命を守るためにも慎重かつ責任ある行動を取っていただきますように改めてお願いを申し上げます。よろしくお願い申し上げます。私からは以上でございます。